Eek. Okay. And there we go again. Photo experience and wanted to take arts experience. Nice. Seize the system. Wait a second. Yomoya. Ken ga Nihon tomoni. Kinzoku de wa nai to wa ne. Kou nareba shikata nai wa. Yotei yori zuibun to hayai keredo. Hito ashi saki ni ikasete morau wa ne. Iya. Doko ni mo ikasenai.ここで決着をつける。意外、まったく意外な結果だわ。ここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。もう終わりだ。認めぬ。私はこの世界の支配者、最高司祭アドミニストレーター。この私に死などありえぬ。絶対に認めるわけには。アリス、カーディナル。お見事でした。So this is actually where it breaks off from the anime. 本当に倒したんだよな、アドミニストレーターを。うむ。ユージオ。大丈夫なのか、キリト。僕は大丈夫だよ。ありがとうございます、カーディナルさん。よかったです。そうだ、カーディナル。俺がここに来た理由があって。落ち着くのじゃ、キリト。あれ、見てみ。お主らが守った世界じゃ。俺たちが守った世界。キリト、
もしかして泣いているのかい？泣いてなんかないよ。大体誰のせいだと思ってるんだ。俺、もしお前が死んだり剣になったまま戻れなかったらって、だから二度と一人で行こうとなんてするな。大丈夫だよキリト、僕はここにいる。それに君が僕と一緒に戦ってくれた。だからアドミニストレーターを倒すことができたんだ。当たり前だろ。いつだって俺とお前は一緒に冒険してきたじゃないか。これまでもこれからも変わらない。 We've completed the first chapter by the way. When that fight was over, そうだね。 I instantly got the achievement. こうしていると毎晩一人で見上げた夜空の星を思い出すよ。ここから見る夜空も変わらないんだね。ええ、とても美しい光景です。世界は僕が思っている以上に小さくて、たとえ離れていてもこの夜空でつながっているんだ。ああ、どんな時でも見上げれば夜空はそこにあって、僕を優しく見守り包んでくれた。なんだかキリトの剣の輝きにもよく似てる気がするな。そうだ、キリトの黒い剣、夜空の剣って名前がいいな。どうだい、キリトとその剣ならできると思うんだ。この小さな世界を夜空のように優しく包むことが。夜空の剣、ああ、いい名前だ。ありがとう裕次郎。はあ、どうやら裕次郎には命名の才能があるようですね。キリトと違って。おい、なんで最初から俺に命名の才能がないって決めつけてかかってくるんだよ。ねえ、君たちはずっとこの夜空みたいに僕のそばにいてくれたんだね。たとえ記憶を思い出せなくても、僕の魂には確かにアリスとキリト二人の思い出が刻まれていた。僕は一人きりなんかじゃなかったんだ。ああ、思い出が消え去ることはないんだ。アリスの記憶と一つになった時にも感じた。アリスもずっと僕を見守ってくれていたってね。ええ、彼女、いえ、もう一人の私はきっとあなたたちを待っていたのです。アリス、不思議ですね。記憶はないはずなのに、こうしているとどこか懐かしい気がします。ああ、俺もだよ。あ、あの星、なんだろう、名前が思い出せないな。一番強く光ってるんだけど。ね、どれだよ。あれではないですか。あれとかあの星じゃわかんないって。俺たちはアドミニストレーターを倒し世界を守った。ただ最終負荷実験を控えている以上、これから先に何が待ち受けているかわからない。それでも人によって作られたこの世界は確実に変わっていくだろう。人々の魂が悩み迷いながらも輝くことのできる世界へと。Well then, we're officially at the end of chapter one. I feel. I feel like chapter one is like, if now in such a way done that like it now saves, it will bring us to like a point where we can just walk around or start the next thing. Or not.キリト、いつまでほうけておるつもりじゃ。お主にはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべきこと、こっちじゃ、ついてこい。システムコンソール、一体これは。これは
外の世界とつながるための道具だ。外の世界。アドミニストレーター、君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれ、キリト。君は一体何者なんだ。俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。この世界の外側にある別の世界、リアルワールドという場所からやってきたんだ。それじゃあ記憶がないってのは。ごめん、嘘だ。でもどうして自分がこの世界に連れてこられたのか、それについては俺もわからないんだ。だからリアルワールドとつながるこの道具、システムコンソールを目指してここまでやってきた。ユージオ、今まで黙っていてごめん。いいよ、許す。ユージオ、君がどこから来たかなんて僕には関係ないんだ。キリトがいなければ僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできなかった。Or you never even able to chop down that fucking tree. こちらこそ。ありがとう、ユージオ。お前がいなかったら、俺もここまで来られなかった。話は済んだかな。問題はまだまだ残っている。来たるべき暗黒界との戦争。そして、聖号騎士たちの奪われた記憶。ええ、そうですね。じゃがまずはキリト、お主の問題が先じゃ。ああ、エクスターナルオブザーバーコール。菊岡さん、聞こえるか。キリト君、キリト君なのか。久しぶりだな、菊岡さん。なんてことだ、記憶がロックされていないのか。俺はこの瞬間を待っていた。あんたとは話さなければいけないことがたくさんある。菊岡さん、あんたのしたことは。キリト君、これは。 Oh no, that still happens. Oh no.一体何が。わからん。肉体への傷はおろか、天命の現象も一切ないようじゃ。キリト君、返事をしてくれ。お主、キリトに何をしたのじゃ。君は。わしはキリトの友人じゃ。お主がキリトに何かしたのではないのか。いや、こちらからは何も。そうか。キリトはお主と話している最中、いきなり倒れたのじゃ。なんだって。キリト君は無事なのか。生きてはおるが、呼びかけに応えん。至急、原因をこちらで調べてみる。あなたがキリト君の友人だというのなら、キリト君の体を安全な場所で保護してほしい。無論じゃ。それでは一度切らせてもらう。話は聞いておったな。ひとまずキリトの体を安全な場所に移す。それからどうするんです。キリトが倒れる直前、何らかの神聖術が行使されたのを感じた。もしかしたらアドミニストレーターがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれん。まずはキリトに何が起きたのかを調べるところからじゃ。ユージよ、手を貸してくれんか。はい、私も付き添います。いや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか。氷協会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを聖号騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが、
それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ。仲間である聖号騎士の口から事実を伝え、個人に判断を任せるべきだとわしは考えておる。無論全てを伝えることだけが正しいというわけではない。時には伝えないことで相手を救う場合もある。誰に何を伝え、誰に何を隠すのかはアリス、お主に任せる。わかりました。まずはおじさま、ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か。はい、あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。わかった、頼んだぞアリス。Well then. その後、おじさまを目覚めさせ、集合した他の聖号騎士たちにも事の経緯と最高司祭様の真実について説明していると、聖号騎士様、何事ですか。今は騎士だけが参加を許される重要な会議の最中なのです。申し訳ありません。ですが非常事態でして。構わねえよ、行ってみろ。それが、空から人が。空から？我々を愚弄するのも大概に。本当なのです。上空からセントラルカセドラルの1階へ何者かが突如舞い降りてきたのです。そいつはなんて。キリトという名前を口にし、そのものを探しに来たと。キリト、おじさま。ああ、何せよ油断するなよ。わかりました。それでは行ってまいります。 It must be us now. Soon enough, we're actually able to make our own team. In the way that I would like it, at least. So...あなた、キリトを探していると聞きました。ええ、そうよ。何者ですか。ここはセントラルカセドラルの敷地内です。許可なく侵入することは許されません。私の名前はアスナ、あなたの敵ではないわ。それは私が判断することです。あなたは空から舞い降りたと、一体どこから来たのですか。ああ、驚かせてごめんなさい。本当は直接キリト君のところに行きたかったんだけど、あなたがキリト君の居場所を知っているのならお願い、彼に会わせて。キリトは今他人に会えるような状態ではありません。それは知っているわ。あと、私はキリト君にとっての他人じゃありません。少なくともあなたよりは親しい間柄よ。それを信じろと。ええ、信じてもらうしかないわ。それでもダメなら力ずくですか。キリトに会うには複数の聖号騎士を倒し、このセントラルカセドラルの島内へ進む必要があります。あなた一人でそれを試みるのは無謀だと思いますが。たとえ無謀だとしてもやるわ。キリト君を救うためなら私は何だってする。そのためにこの世界へ来たんだから。この世界へ。まさかあなた、キリトと同じリアルワールドから来た人ですか。リアルワールド。あなた、なぜそのことについて知っているの。 This finally happened. 倒れる直前、キリトに聞きました。それなら話が早いわ。私を今すぐキリト君のところへ連れて行って。彼が陥っている状況が分かったの。うまくいけば彼を回復させられるわ。わかりました。キリトの元へ案内します。ありがとう。ところであなたの名前は。私はアリス、アリスシンセシスサーティ。アリス、あなたが。
どうかしましたか？いえ、何でもないわ。急ぎましょう。ここです。アリス、キリトの様子は？ダメだ、倒れた時と変わらないよ。そちらは？彼女はキリトと同じリアルワールドから来たそうです。彼を回復させることができるかもしれないと。キリトくん、ようやく会えた。大丈夫、私が必ず助けるから。もう少しだけ待ってて。はじめまして、アスナと言います。わしはカーディナルじゃ。ユージオです。アスナとやらキリトの状態について詳しく聞かせてくれ。Isn't she going to be surprised by Cardinals? Knowing, you know, the word Cardinal was what she does. Kirito-kun が倒れた理由はフラクトライト、魂へ何らかの攻撃を受けたようなんです。それによって魂の中心にあるセルフイメージと呼ばれるものが喪失してしまった。セルフイメージ？セルフイメージとは一体何ですか？それは意思決定を行う場所で、主体や自我とも言い換えることができます。主体や自我？ええ、少し難しいけれど、自分がどんな人間であるかという自己認識のことも指すわ。そこが喪失してしまったことでキリト君は自閉状態に陥ってしまったそうなんです。なるほど。主体、自我、自分がどういう人間であるか、整合騎士である私の人格が作られたものであった以上、私という人間は一体何なのだろう。私の自我とは？つまり、わしらからの接触や呼びかけに対して自らの意思で反応することができないということかの？そのようです。ふむ、アドミニストレーターは魂に対する様々な実験をしていた。中には人格を喪失してしまう被験者もいたからな。その実験結果を利用し罠を作ったのかもしれん。しかし、そのような状態のキリトをどうやって回復させるのですか？私たちはキリト君が倒れてから彼の状態をリアルワールドから調べ続けていたの。その中で何度かキリト君の魂が活性化する瞬間を確認できたわ。私たちはどんな時に魂が活性化するのかを調べて、そしてアリスさんとユージオ君二人が理由だと分かったの。僕たちが？一体どういうことですか？二人がキリト君に触れた瞬間、彼の喪失したセルフイメージが回復したの。なぜそのような現象が起こったのじゃ？接触によってアリスさんとユージオ君の魂がキリト君と一時的につながったようです。それが起きた理由は、おそらく二人がキリト君に関する記憶を持っているからだと推測しました。I mean, it's but a short outline. キリトの記憶ですか？ええ、二人の持つキリト君のイメージ。If there's one series or anime series that I really watch, it's this.キリト君の失ったセルフイメージを保管して、彼の魂が活性化したみたい。I have a couple of the actual light novels. キリト自身を再び形成しようとしているということじゃな。それじゃ、キリトに触れ続ければ。それは難しいみたいなの。セルフイメージを回復させるには、キリト君に関する記憶がもっとたくさん必要なの。アリスとユージオが知るキリトがキリトの全てではないということじゃな。はい、完全に回復させるにはより多くのキリト君と親しい彼をよく知る人物が必要です。しかしキリトはこの世界の住人ではありません。関わった人物も
かなり限られるはずです。ええ、だから外から呼ぶことにしたの。リアルワールドから彼の友人たちがこの世界へやってくるわ。彼女たちがキリト君に触れることで彼はきっと目覚める。彼女たち people he interacted with. よかった。リアルワールドからの来訪者たちをこの場所へ導く必要があるようじゃな。おそらく彼女たちは私が出現したのと同じ場所に現れるはずです。まさか、いえ、このものならば。どうかした？いえ、別に。それでは参りましょう。僕も行くよ。わしはここでキリトを見守る。頼んだぞ。あ、見て！来た！あの者たちが。I want to see. Oh my. Asuna-san! Matasete gomen ne, Asuna. Shirika-chan, Liz! Yokatta, kite kureta-n da ne. Attarimae desho. Kikuoka-san kara renraku o itadaite, isoide kimashita. Lifa to Shinon wa mada mitai ne. Um.二人はオーシャンタートルからログインさせるって菊岡さんが言っていたから、少し遅れると思う。同時にログインをさせるために六本木支部じゃなくてオーシャンタートルに向かわせたってことですね。六本木申請後かな。あ、ごめんなさい。アスナ、もしかしてこの人たちが。アスナさーん、この声。遅くなりました。お待たせ、アスナ。All right, that's next duo. リーファちゃん、シロナ。それで、キリトはどうなの？Wow. キリトは今、安全な場所で保護しています。So is this the only group of reinforcement that we get? We don't get Klein, we don't get Agil. Alright, sure.二人はキリト君のアンダーワールドの友人で、彼女たちもキリト君の回復に必要なの。ユージオです。アリスシンセシスサーティです。キリトのところへ案内します。ついてきてください。お兄ちゃん大丈夫よ。リーファ、すぐに目を覚ますわ。違うんです、シノンさん。危険な状態のお兄ちゃんを見るなんて、私すっごく怖かったんですけど、いざこうして見るとなんだか不安が薄れてきちゃったというか。まあ気持ちはわかるわ。意識がないというより普段通りのキリトよね。まあ確かにいつもよく寝てるけど。しましたか？いや、外の世界のキリトもこの世界で僕が出会ったキリトも変わらないんだと思ってさ。こっちでもキリトは寝てばっかりだったよ。そういえばカセドラルの外壁にある狭い足場でさえキリトは眠りそうになっていました。キリト君はどんな場所でもキリト君なんだね。まったく危機感がないの、お主ら。アスナよ。Of course nobody. キリトを回復させるにはどうすればいいのじゃ？全員でキリト君に触れます。それだけ？そして強く念じる。そうすれば私たちの記憶が流れ込んでキリト君は目覚めるはず。では早速始めるんじゃ。あれ、全員手を伸ばせ。カーディナルさんも手を出してください。わしは役に立てるとは思えん。キリトと過ごしたのはわずかな間だけじゃからな。共に過ごした時間なら私だって長くはありません。そうですよ、カーディナルさん。あなたはキリトと僕をここまで導いてくれた。僕たちにとっての恩人です。つまりカーディナルさんはキリトにとって大切な人だ。だからあなたの記憶も
キリトにとって必要なはずです。仕方あるまい。さあ、And he's speaking the truth. キリト、いつまで寝ているつもりじゃ。So you just say like just five more minutes? どうしてなんだ、キリト。なんで目を覚ましてくれないんだ。人数が足りないというところかな。アスナ、キリトと親しい人間をもっと呼んでは来られないのですか。Klein, Klein, Klein, Klein. 難しいと思う。STL、この世界に入るための道具の数には限りがあるの。六本木にある2台は私とリズさんが使っています。オーシャンタートルには4台あるけど、お兄ちゃんとアスナさん、私とシノンさんで全部使っちゃってるし。どうするの、アスナ。キリト君の回復が終わったタイミングで比嘉さんが私に連絡してくるって話だったから。連絡ってどうやって。 STL を介して直接通信できるそうよ。何にせよ待つしかないのね。何もしてあげられないってのはもどかしいわね。 I want the other character to actually come here now as well. あ、何？何やらセントラルカセドラル内が随分と騒がしいようじゃな。アドミニストレーターの死が修道士たちに伝わったのかもしれん。それはありえません。最高司祭様の死は聖号騎士以外には伏せるとおじ様はおっしゃっていました。おそらく暗黒界との戦いに備えたこの絵軍の再編、再訓練のため聖号騎士やこの絵兵たちが動き始めたのかもしれません。みんな聞いて、比嘉さんからの通信が来たから伝えるね。やっぱりキリト君の回復には人数が足りないって。そして必要なのはアンダーワールドでキリト君と関わった人らしいわ。なぜアンダーワールド人が必要なのです。比嘉さん、アンダーワールド人が必要な理由は。はい、確かに。わかりました。キリト君の人格はアンダーワールドの経験によって以前よりも変化、成長しているそうなの。だからアンダーワールドのキリト君をよく知る人物の記憶が必要みたい。アリスさん、ユージオ君、誰か思いつかない。聖号騎士、キリトと戦ったものであれば、あるいは僕が思いつくのはロニエとティーゼ、それからソルティリーナ先輩かな。ユージをすぐに呼んできましょう。うん。待って、比嘉さんが何かを見つけたと。え、はい、誰かがキリト君の魂につながろうとしている。直接触れているわけではないから、あくまでも接続を求めているだけらしいけど、正体がわからないから比嘉さんは接続させていいものか迷っているみたい。一体何者でしょうか。場所はこの建物の一番上。一番上？最上階？でもあそこにはもう誰も。細かい座標はもっと上。最上階の上というのは。上というより最上階の天井付近。天井、まさか。アスナさん、その人キリトの魂につないでもらって。信頼できる相手なの。その人の名前はアリス・ツーベルク。アリス？私ではありません。私から奪われた記憶です。そして僕とキリトの幼馴染だ。彼女以上にキリトを知っている人間はこの世界にいないよ。分かったわ、比嘉さん。その人、アリス・ツーベルクさんをキリト君と接続してください。I'm honestly just waiting.
I honestly want to know how this all plays out. So. ここはどこなんだろう。この場所で俺、キリトという人間は何をすべきなんだ。わからない。キリトという人間が俺には、なら私が教えてあげる。少なくとも私の知っているキリトはこんなところでおとなしくしている人じゃないわ。君はアリス。久しぶりね、キリト。なぜ君がここに。Still loading. あんたがいつまでもうじうじしているから見かねてきたのよ。みんなの声に答える気はないの？どうすればいいかわからないんだ。みんなキリトのことを待っているわ。本当にそうなのかな。俺がいなかったら、アリス、君は連れ去られることもなかった。ユージオに辛い思いをさせることも、もう一人のアリスに苦悩を負わせることも、みんなが求めるキリトは本当に正しい存在なんだろうか。確かにそうかもしれないわね。でもキリトがいたから私は楽しい日々を送れた。友情は強くなれたし、もう一人の私は真実にたどり着いた。あなたのおかげで救われたものもある。正しさなんてどうでもいいの。間違っていても構わない。みんなはただキリトにもう一度会いたいだけ。あなたはどうなの？俺はすべきことじゃなくてしたいことを考えて。そうすればもう一度キリトを取り戻せるはずよ。俺はユージオやアリス、アスナに、みんなに、Finally. 会いたい。そして君にももう一度会いたい。ユージオともう一人のアリスと一緒に。それは難しいかもしれないけど、でもキリトに言われると叶うんじゃないかって気がしてくるわ。絶対に叶えてみせる。ようやくキリトらしくなってきたわね。アリス、必ず君を迎えに行く。だから。うん、待ってるね。じゃあね、キリト、行ってらっしゃい。ああ、行ってくれ。やはり何かが変じゃ。大丈夫ですよ、カーディナルさん。キリトはすぐに。違う、セントラルカセドラルの様子じゃ。先ほどおっしゃっていたカセドラルの中が騒がしいという話ですか？そうじゃ。一体これは。なんだあれは。キノンね。カーディナル様、何が起きてるかわからん以上、ひとまずセントラルカセドラルから脱出するのじゃ。アスナ、キリトはまだか？
接続はされました。もうすぐ目覚めるはずです。アスナさん、ここは危険だ。キリトを運ぼう。うん、わかった。今から大図書室の扉を開く。扉が開いたら一気に走るんじゃ。一体いつまで待たせるんだい、キリト。いい加減目覚めなさい、キリト君。お願い、戻ってきて。Why did... Okay. Oh. みんな、根に気をつけてください。どこから伸びてくるか分かりません。根が向かっておる。避けろ。アスナ、勇士を。まったく遅すぎですよ。待たせてごめん、みんな。キリト、キリト君、よくぞ戻ってきた、キリト。カーディナル、一体何が。説明は後じゃ。今は走れ。なんとか逃げ切れたね。Hot damn。ああ、外はどうなってるんだろう。Hot damn. あれは何なんだ。分からん。暗黒怪人の攻撃とは思えんし、まさか。心配かけてごめんな。あんたが周囲に心配かけるのは今に始まったことじゃないわ。シノ。とはいえ、回復できて本当によかった。みんながここに来てくれたんだな。本当に。もうシリカったら。シリカ、リズ、二人も来てくれたんだな。キリトさんは目覚めないし、突然巨大な木の根が襲ってくるしで。キリトはちゃんと目覚めたんだから落ち着きなさいよ、シリカ。改めて、おかえり、キリト。おかえりなさい、キリトさん。ああ、ただいま。
トくん。I always forget to press A again. 私たちがいること驚かないんだね。眠っていた時もアスナたちの声は聞こえていたから。そっか、少し大人っぽくなった。こっちに2年以上もいたから当たり前かな。アスナ、ごめん。謝らないで。またこうしてキリト君に会えただけで私は十分だから。うん、ありがとう。アスナ、キリト、長い睡眠でしたね。キリト、ユージオ、アリス、突然倒れたから心配したんだよ。ひょっとしたらもう目覚めないんじゃないかって。私はそこまで悲観していませんでしたよ。あなたは最高司祭様を倒した男なのですから。アリスだってキリトが倒れた時に動揺していたじゃないか。ユージオほどではありません。どうしたんだよ、ため息なんてついて。決まっておろう。お主が目覚めて安堵したのじゃ。わお。聞かねばわからぬとは鈍感なことよ。それよりキリト、結果としてリアルワールドの住人と会えたのじゃ。コンソールを探した目的は果たさなくてよいのか。それよりあの木は一体何なんだ。まったく、自分のことよりもこの世界のことが心配とはお前らしいが、それについてはまずわしが調査する必要がある。お主は先に連絡を取ればどうじゃ。そうだ、俺は気候家さんと話そうとして。日賀さんとなら話せるよ。今通信がつながっているから。日賀さん、キリト君は無事に目覚めました。日賀さん、どうしたんだ。あの木が現れて慌ただしくなる直前まで通信できていたんだけど、いつの間にか切れちゃったみたい。それは変だな。俺が回復したことも確認できるはずだし、そう簡単に通信手段を断つとは思えない。キリト君と直接話をするために一時的に私との通信を切ったとか。もしくは通信できないような何かがリアルワールドで起きているか。いや、考えすぎかな。何せよこっちから確認する手段もないわけだけど。ちょっと待って、ログアウトはどうすればいいのかしら。外の世界で操作してもらわないとログアウトできないんですよね。強制的にログアウトする方法はあるけど、それはやめた方がいいわね。それじゃあラスの人がログアウトしてくれるまで待機するしかないってこと。 And they can't currently. ごめん、私がみんなの名前を菊岡さんに伝えたから。アスナが謝ることじゃないわ。事態を知っていたら自分から名乗りを上げていたでしょうし。そうですよ、ありがとうみんな。ではお主らはもうしばらくこの世界に滞在するのじゃな。はい、そうなります。まずは聖号騎士たちを探しませんか。カセドラルにいた人たちの無事も確認したいですし。そうじゃな。しかしその前に一つ確認したいことがある。キリト、一緒に来てくれんか。もちろん。どこへ行くんだ。セントラルカセドラル大雪、なるべくあれに近づきたい。危険じゃないですか。それならばわしだけで向かう。皆は聖号騎士たちを探してくれ。いや、俺も行くよ。キリト、セーフポイントプリーズ。俺を連れて行くことに何か意味があるんだろう。ああ、お主ならばおそらく。それじゃあ行こう、カーディナル。やはりジャガ、ありえん。カーディナル様、一体。キリトよ、感じぬか。あの木がまとう禍々しく強大な真意を。
まさか。何なんですキリト。アドミニストレーター。何を言っているんですか。確かにあの木から感じるんだ、アドミニストレーターの意志、真意を。恐ろしいまでの生への執着、奴が抱えるその意志があの木に焼き付いておる。しかし最高司祭様は倒したはずです。そうでしょキリト。ああ、そのはずだ。確かにこの手で倒したんだ。じゃが真意が残っている以上、アドミニストレーターはまだこの世にいるということじゃ。あやつがどういう状態でどういう意図のもとにあの木を生み出したかまではわからんがな。友情。またアリスがアドミニストレーターの手に。もう一度取り戻そう。うん、そのためにはまた最上階に入らないとな。飛行術を使えば最上階に直接近づくことは可能じゃが、木が邪魔しておるからな。アドミニストレーターの真意をまとった木か。剣や術式がどれくらい通用するか試してみよう。そうじゃな。あのお取り込み中っぽいけど、キリト君ちょっといい？私たちアンダーワールドの状況についていまいちついていけていないというか。アドミニストレーターというのは一体何なんでしょうか。まあそうか、それもそうだよな。説明ならわしの方が慣れておる。キリトにも散々話したからな。その間キリトはユージオやアリスと共に木について調べてきてくれんか。わかった、任せるよ。私たち3人で共に調査へ向かい手を尽くしたものの、現時点で木は破壊不可能と判明。しかしユージオが木はギガスシダーと同じものだと気がつき、キリトはそれをカセドラルシダーと名付ける。そしてセントラルカセドラルから修道女たちを避難させ終えたエルドリエと合流、対策本部へと向かった。It just saved. I saw to the bottom left. But I would like an actual save point, like one that I can just walk up to and use.騎士長、ただいま戻りました。おう、エルドリエと、ジョーちゃん、無事だったか。はい、おじさまや他の方々もご無事で何よりです。死傷者が出なかったのは奇跡だな。それにお前ら二人も。どうも。ああ、お互い無事でよかった。カセドラルの人たちはあんたが避難させてくれたんだよな。どうもお疲れ様。なぜ私が反逆者ごときにねぎらわれなければならんの。わお。あ。エルドリエは随分と不満みてえだが。いえ、そういうわけでは。悪いな。お前らの行動がどれだけ正しくとも、一度は敵対し氷協会の秩序を壊されたのは事実だ。お前らを認めない騎士も多いと思うが。もちろん分かっているさ。その上で正しいと思って行動したんだ。そうですね、キリトの言う通りです。話が早くて助かるぜ。まあアリスのジョーちゃんと分かり合えたんだ。他の騎士たちにも
すぐに認めてもらえるだろう。とはいえ面識のない騎士もいるだろうしな。この場で2人ほど紹介しておくか。おい、シェータ、レンリー。シェータシンセシス12。俺はキリト、よろしく。うん。静かな人なのかな。でも初対面だし、何か喋った方がいいような。あの、武器は何を？この黒百合の剣よ。もしかして切られたい？すみませんでした。彼女はカセドラルの元老院で凍結されていた戦国騎士の一人だ。同じ凍結中とはいえ、シェータと他の戦国騎士ではかけられていた術式が少し違っていたらしくてな。シェータだけは何とか目覚めさせることができたが、他の騎士はあの木と一緒に上空へ登っていっちまった。そうか。それでこっちは？レンリシンセシス27です。キリトです、よろしく。あれ、なんだかこいつ。どうかしたの？僕の顔に何かついてる？あ、いや、なんでもないんだ。ただ、君の雰囲気が俺の親友によく似ててさ。That's the Wildfire Angel。ちょっとキリト、初対面の人にいきなりそんなこと言うとびっくりされるよ。だってどう見てもお前に似てるじゃないか。目元とか優しそうな感じとか。 Thank you。 そんなに似てるかな。僕よりレンリさんの方が雰囲気も顔立ちもなんだか洗練されてる感じがするけど。ユージオ、洗練されてるとか難しい言葉知ってるな。偉いぞ。それぐらい知ってるよ。一体僕を何だと思ってるんだい？ Ah, good grace。 親友。もう話の流れを止めるのはいい加減にしなさい。レンリ殿が困っているでしょう。ごめんなさい、レンリ殿。あの二人はずっとあの調子なのです。どうか大目に見てやってはくれませんか？いえ、僕は大丈夫です、アリス殿。どうぞお気遣いなく。こいつもシェータのように凍結されていたんだが、彼女よりも前にチュデル菌が覚醒させたみたいだぜ。お前とユージを迎え撃つために戦国騎士を増やそうとしたんだろう。とはいえ完全に覚醒するのが遅すぎました。目覚めた時には最高司祭様は亡くなられていましたから。あ、いや悪い、責める気はないんだ。おそらく覚醒が間に合ったとしても僕には。まあそれぞれ思うことはあるだろうが、今はやめておけ。はい。それでそっちからの紹介はねえのか？いつの間にか随分と大所帯になっているみたいだが。彼女たちは俺の友達だよ。力を貸してくれるためにここへ来てもらったんだ。アスナと言います。聖護騎士をまとめているベルクーリだ。ジョーちゃんと一緒ってことは当然味方ってことだよな。ええ、もちろんです。そいつはよかった。こんな事態だからな、味方は多い方がいい。あと紹介すべき人は彼女だ。このガキは随分と不遜な物言いじゃんの、ベルクーリシンセシスは。まさかあんたがそうなのか？もう一人の最高司祭。正しい認識じゃが、わしの立場に関してはもう少し気を使うべきじゃろうな。立場とは？ここにいる者以外にはアドミニストレータの死を秘匿しているのじゃろう。ああ、長期の睡眠に入ったと説明している。ではわしが最高司祭を名乗るべきではないじゃろう。最高位の人物が二人いるというのはあまりに不自然じゃ。まあ言われてみりゃそうだな。そこでじゃ、
当分はわしのことを最高司祭代理とでも呼ぶといい。あんたはそれでいいのか。構わん。わしにあの女ほどの執着心はないのでな。これでひとまずの紹介は済んだ。なら早速この事態についての議論を始めよう。もちろん突然現れたあの木についてだ。カセドラルシダ。カセドラルシダってのはあの木の名前か。なあ、近くまで行ってきたからな。おう、なら聞かせてくれ。カセドラルシダについて分かったこと。Good grief。破壊が困難となると一体どのように対応すれば。 Level up。 地道ではあるが、起こる事態に対応しつつ原因を調査していくしかないじゃろう。カセドラルシダーの調査はもちろんだが、まずは混乱する王都の民たちをどうにかしねえとな。飛竜の剣も含めて混乱の極致ですね。飛竜の剣、何かあったのか。ああ、カセドラルシダーが出現して最上階が空へ登っていく中で、飛竜に乗った何者かが南帝国へ飛び立つのが目撃されたんだ。飛竜に乗っていったってことは聖護騎士の誰かじゃないのか。いや、聖護騎士は全員揃っている。飛竜を奪ったのはカセドラルにいた俺も知らない誰かだ。聖護騎士だけが乗れる飛竜が奪われるなんて確かにありえないな。そっちは後回しだ。まずは王都の混乱を抑えよう。手を貸してくれるか。 I'll help as long as I get to save manually。 突如現れたカセドラルシダーによって王都は混乱の渦中にあった。俺たちは聖護騎士と共に対策本部を設立。その後は混乱を鎮めるための対応に追われることとなった。そして王都が以前のような落ち着きを取り戻す頃にはカセドラルシダーの出現から数十日が経過していた。ベルクーリオ、聖護騎士の中からカセドラルシダーの問題に対応する人員を避けるか。そいつは難しいかもな。本来の任務である果ての山脈の警護、それから四帝国の庫内軍を再編再訓練する必要もある。暗黒海との戦争に備えてじゃな。ああ、実戦経験のない庫内兵をそのまま戦争に送り出すわけにはいかねえからな。王都に常駐させる騎士も必要でしょう。今すぐカセドラルシダーの調査に回せるとしたら、ジョーちゃん頼めるか。わかりました。よろしくお願いします。カーディナル様。うむ、心強い。カーディナル、俺とユージョにも手伝わせてくれよ。うん、今度こそ彼女を取り戻すにはカセドラルシダーの問題を解決するしかないからね。私たちも力を貸します。ラースからの連絡がない以上ここに留まるしかありませんし、何よりキリト君をまた危ない目に遭わせるわけにはいきませんから。そうか、みんな助かるぞ。これだけの人数がいればひとまずなんとかなりそうだな。騎士長殿。どうした。魔獣が現れました。魔獣が。まったくこの状況で騎士たちで対応できないのか。いえ、それが発見された魔獣はこれまで出現した魔獣とは異なる特徴でして、攻撃を仕掛ける前に状況を騎士長のお耳に入れておくべきかと思いまして。場所はどこじゃ。王都にほど近い南帝国の領地です。考えたくはないが、状況的にカセドラルシダーとの関係を疑ってしまうな。それなら早速俺たちで対応するよ。騎士たちは王都の混乱を鎮めるまで動けないだろ。ああ、頼む。キリト、くれぐれも気をつけるんじゃ。We'll be careful。Oh my。俺と勇者は聖護騎士になるため鍛錬に励んでいたが、禁忌を犯し、罪人として。セントラルカセドラルへと。We're now getting information about like what happened. We're taking a very quick. そして記憶を失い、聖護騎士となったアリスと共に
最上階へとたどり着き、冷酷な支配者アドミンストレーターと対峙、死闘の中自らを剣に変えてたった一人で彼女に立ち向かおうとしたユージオに、俺は必死で手を伸ばす。俺の手はどうにか親友に届き、激闘の末二人の力を合わせアドミニストレーターをついに打ち倒した。だがその後、カセドラルシダーという謎の樹木が突如カセドラル全体を覆い、塔の上層は天井に切り離されてしまう。またカセドラルシダーはアドミニストレーターの真意をまとっており、俺たちは彼女の存在が未だ絶えていないと知る。そんな状況の最中、南帝国での魔獣目撃情報が舞い込み、俺たちは情報のあった場所に調査へ向かうこととなった。Well then. I guess this means we're officially in chapter 2, eh? おい、ユージョ、アリス。キリト、遅いです。もう、あと少し遅ければ置いていくところだったよ。ごめんごめん。でも俺は知ってるぜ。ユージオ君もアリス君も俺を置いていったりしないってな。まったく。ほら、早く行きますよ。ああ、待ってくれ。何です？もう一度約束しようぜ。そうだね。やっぱり僕たちはいつだって3人一緒だよ。ああ、またここから始めるんだ。ほらアリスも。はい、誓いましょう。よし、それじゃあ改めて、俺たち3人は生まれた時から死ぬ時まで一緒だ。何があっても離れない。約束だよ、キリト、アリス。ああ、It ends when you set it up at the HQ. We're officially in the... Ah, fuck. Heart to heart. No. No. Welp. Where's my save point? Here it is. Save point! Okay. All I can say is, we finally fucking made it. We're through the entirety of chapter 1. We've actually started chapter 2. Fucking hell.